ロンビエン橋は、ベトナム北部を流れる工河に架か,かる鉄橋。ハノイ市にある。全長は1700メートル。フランスによる植民地時代にハイフォンとハノイを鉄道で結ぶ目的で作られ、ベトナム戦争中には米軍により繰り返し爆撃を受け破壊されながらも修復され、今日もなお利用されている。このため橋中央付近の山形のデザインは破壊されたままになっている。ロンビエンは、 竜が踊るの意味。鉄道線路と歩道があり、バイクは通行できる。近年は、老朽化が問題になってきている。パリのエッフェル島を設計したギュスターブ・エッフェルが、設計したという説もあるが、真相は不明。完成後間もないロンビエム八百8 9 7年から1902年の5年間、インドシナ総督を務めたポール・ドメールは、 フランス本国に植民地財政を頼らず、住民から土地税、人頭税などを徴収したり、塩やアヘンなどの専売による莫大な利益で大規模な公共事業を多く行った。1900年頃からは、ハノイから南北に鉄道が敷かれ、ハイフォン港が開港されたこともあり、ハイフォンとハノイを鉄道で結ぶ目的でこの橋が建設された。フランスのダイデアンド・ピルシャが、 建設工事を落札し、1899年に着工、3年後の1902年に竣工した。ポール・ドゥメール総督の名を取り、ドゥメール教と命名され、当時としてはインドシナで最も大きく、最も美しい橋と言われた。構造は鉄骨によるトラス構造で優美な曲線も合わせ持ち、シルエットがエッフェル塔を横にしたようにも見えるとも言われた。 1980年代半ばまで鉄道をはじめ、自動車やバイク、自転車、歩行者のすべてが利用できたが、1986年のチュオンズオン橋の完成後は、一時、自動車とバイクの通行は禁止された。その後、チュオンズオン橋の渋滞のひどさを解消すべく、2005年以降は、再びバイクのみ通行が許可されている。ありがとうございます。